なつかれっぴー。結構入れよ。はい、ということで今日は営業が始まって初のとってき屋なんですけど、めちゃくちゃ暑くてやばいんですよ。営業を再開して本店中身がどうなってるかちょっと皆様にお届けしていこうかなと思います。ということで早速とってき屋レッツゴーしましょう。あの餃子店と一緒で東京本店もとってき屋もシュッシュとピッピをして中に入って遊ぶシステムになっております。熱い。おはようございます。おはようございます。お願いします。いいです。あ、大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごい、入り口右側通行ということで、右はい、参ります。やばい、よだれ出るか。久しぶりの本店ですね。オリジナルグッズとか入っているお部屋で、ちょっと最初は何変わったか見ていこうかなと思います。いいですね。あの久しぶりに見るファミコンキャッチャー、ちょっとやばいね。どうしようかな。なんか餃子店の時は一周して気になるやつを取っていったんですけど、今回は気になるのやつ見つけたら片っ端からちょっと挑戦していこうかなって思います。あ、いいですね、父の日キャッチャー、いいですね。これちょっと私お父さんにあげたいからちょっとやろうか。やばい、本とってき屋でやる あの対決以来ですね。で、これアームが足が2つあるんですけど、多分奥のアーム使って手前に寄せていくタイプですね。まあ、あれですね、おつまみとなんか丸い筒が一緒になってる。なんだろう、丸い筒。確かにお父さんビール飲むからおつまみいいですよね。でしかもこのおつまみ缶詰だから開けてそのまま食べられる感じがいい感じ。おお、結構1回でがっつり動くからあと何回かでいけそう。でだんだん手前に来ると奥行きっていうんですかね、2番ボタンはそんなに押さなくても良くなりますね。ハマりましたね。あれですね、私の場合右側ばっかり狙っちゃったから左がハマっちゃったんですね。さあ、お願いします。おつまみ缶。なるほどね、この紙がメッセージカードみたいな感じで、お父さんいつもありがとうとか書く用の紙ってことだ。なるほど、この紙を書いてお父さんに一緒に渡そうかなと思います。喜びそう。すごい、福袋。餃子店にも福袋あったんですよね。やっぱちょっと気になる。え、でもこの普通ですよね。違う普通。あ、本当だ、すごい、2種類普通。あ、本当だ。こっちは復活袋の福袋、こっちは服の福袋なんだ。へえ、すげえ。しかも中身はマスコットなの。へえ、ちょっと気になる。あ、ちょっとこっちの復活の方の福袋ちょっと気になるんでやっていこうと思います。営業再開になっての福袋っていうことなんで、なんかご利益ありそう。手堅く入り口近くですかね。左側の福袋、福袋、これ袋閉まってるんで口がで、ちょっと真ん中ら辺の隙間引っかかったらいけないかな。はぁ、あ、うん、立ちましたね。こういう取り方じゃないのかな。あの右側行きましょう。ちょっと
大体テンション上がるといい感じのとこ行かなくなっちゃうんで、それがダメなんですね、きっとね。そうですね、紙だから滑んないんだ。なるほど。え、やばい。ちょっとあと1回やってダメだったら、ちょっとこの子と相性が悪いんで、皆さん私の代わりにぜひちょっと撮ってください。さっきと同じパターンな気がする。とってき屋にこちら復活袋が入っておりますので、挑戦してみてください。次はちょっとあっちのぬいぐるみとかいっぱいある方のお部屋行ってみようかなって思います。すごくない？今がチャンス。大放出。めっちゃ取れそうな気がする。ちょっと私初めてやる台なんですけど、どういうことだ。あ、これ普通にこういって、え、どういうことだろう。わかったわかった、これわかった。でもすごくない、マスコット。え、すごくない。わかりました。このね、やり方がわかった。ここを初っ端に右と左でピカピカしてるんで、自分が狙いたい方の矢印を押します。右動くじゃん。で、この真ん中ボタンでまさかの降りるやつだと思ったら、これは奥に進みます。で、好きな場所の奥行ったら、このまんまアームが降りてくれるんですよ。このわかりますか、手前にめちゃくちゃあるのに抜群のセンスのなさでダメだった。ちょっと私狙いミスってるのかな。めっちゃ欲しい。おー、来た。こちらブレスレットとマスコットとイルカのキーホルダー。イルカかわいい。そこが、あ、すごい、この台新しいやつだよね。新しい台ちょっと気になるけど、これはまたじっくり別の回でちょっとできたらなって思うんで、今回はちょっとそのままスルーします。取り方だったり台の設定がちょっと違うから、ちょっと気になる。久しぶりの私はまだちょっとあの技に引っ掛けるレベルに達してないから、ちょっと違うんだけど、すごいモリモリなんですけど。これは左側のカプセルを足で弾いてプルルルって穴に入ったらゲットのやつですね。もうこういうの大好き。まずはカプセルをいっぱい取って、あ、だちょっとまさかこんなカプセルめっちゃ出てくると思わなかったんでびっくりしちゃった。ちょっともう一回だけやりたい。あらららららら、見ました、一発で穴に入ったんですけど。猫カービィだ。やばい、これはね、これちょっと面白い。他にもいろいろあるんですけど、それはまたちょっと改めて別の動画でじっくりやっていきたいなっていう感じですね。ちょっと一周回ってきたんですけど、ちょっと面白いのとか、ちょっと行田店で見ないような設定とかの台がいっぱいあったんで、私的にはちょっともうワクワクが止まらない感じだったんですけど、今回はこれで終わりにしようかなと思います。で、またあの次の動画で詳しくなんか面白いやつとかをやっていけたらいいかなって思います。今日の動画はとってき屋遊んでみた動画になっております。ぜひ皆さん面白いやつとか新しい台とかいっぱい入ってるので、遊びに来てたくさん楽しんでください。ということで今日の動画終わりになります。いいね対決やってるので、ぜひ皆さんいいねのボタンぬーって押してください。ということで今日の動画終わります。また見てね、バイバイ。とってき屋1周年五右衛門くんモザイクアートチャレンジやっております。期間が7月5日までになっております。応募方法は Twitter とインスタでハッシュタグとってき屋五右衛門くんチャレンジで投稿してください。あなたのお写真が五右衛門くんの一部になりますよ。
ぜひ皆様のご応募お待ちしております。